はママさん記者が地域情報を発信するドットコム大阪、どんなところなんでしょうか。では早速呼んでみましょう。達夫さん。どうも達夫でございますよ。はい、こちら宮古島に来ておりますね。はい、であの宮古島の駅から見るとね、ちょうど南側になるんですけど、ちょっと横にね、うん、あの桜通り商店街があって、そのちょっと外れたところなんですけども、あらあら、分かる皆さん場所大体分かる。分かれへんか。まあでも宮古島や思て、宮古島や思てね、はい、この宮古島にね、あのお母様方が頑張ってね、はい、リポートをして、地域を盛り上げるっていうね、あのサイト、うん、ドットコム大阪っていうのがあるんですよ。そこの本拠地に乗り込んでいこうかなということでやってきたのはこの、マナパークさん、ね、はい、マナパークさん、なんかね、今日なんかサイトのご紹介なんですけど、うん、なんかめっちゃにぎわってるんですよ。そうだって、もう自転車いっぱい止まってるよ。これいや、そうやねん、そうやねん、ママさん自転車めっちゃおんねん、このほんまに。いや、すいません、お願いします。いやいや、ほら見て、こんにちは、ね、ちょっとあの代表のね、あの八木さん、よろしくお願いします。お願いします。あの今日僕ポータルサイトご紹介しようもできたんですけど、はい、まずそのポータルサイトのお話、はい、これ どういうことやられてるんですか。ですね、あの20年ぐらい前から、あの地域のママさんたちで地域のお店を取材したりですとか、イベントを取材したりして、はいはい、でそれをインターネットのサイトでこう発信したりっていうようなことをメインでやっています。はいはいはい、はい、20年前からやられてるの、そのポータルサイト。そうです。でも美濃さんさ、20年前ってさ、そんなにサイトなんかあったっていう印象ない？そうね、そんなにないね。どうやったんですか。いや、本当最初の頃はもう本当インターネット出始めぐらいの頃 で、はい、まだあのお店自体がそのホームページも持ってない時代やったので、私もその子供連れながらなんで、すごい安くで作りますよみたいなことをして、いろんな声かけさせてもらってみたいな。そこからスタートした。あ、そうです、ね、で僕、はい、サイトのご紹介や思ってたんですけど、はい、なんか様子がおかしい、はい、これはどういうことですか。これはあのうちの事業の一つで、マナパークっていうのがありまして、はい、まあ、そこでママさんのマルシェをしてもらってるので、はい、それを仕切られてるね。あ、そうですそうです。あ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっともうよう分かれへん、これどういう状態あのここはマナパークっていう、はい、あのレンタルスペースなんですね。はいはいはい、レンタルスペース。そうなんです。それであの、私たちの会社が子育てママでも働ける、子育てママがこう幸せに生きるためにみたいな感じでやってるので、はいはい、ここ自体も子育てママが使いやすいような空間を作ってまして、はい、でこういったその、例えば今日はマルシェをやってるんですけど、ベベアラマルシェって言って、はい、月に1回第1月曜日にやってるんですね、はい、あの子連れママでも出店できる、で子連れママたちが遊びに来れるっていうような。これ皆さんこう買い付けされたやつを売ってるんですか。違うんですよ。あ、自分で作られてるの。そうなんです。もう皆さんがね、もうスイーツだったりとか、こう雑貨だったりとか、もう一回カメラさん行けるの。すごいでしょ。作られてるんですね。こんな作られてる。ほんで こちらはちょっとした髪のアクセサリーとか、そうです、ね、雑貨とか売っておられる。雑貨とか、赤ちゃんとかの。占い。占い大好きやね。でもアロマのね、ヘッドセラピーとか。これ15分1000円って。そう、ママさんの。ちょっと値段おかしいですよね。だいたい3倍ぐらいするからね。そうです。これあの こちらは？これはね、あのもう無添加のジャムで、もう他ではなかなか売ってないような、すごいいろんな組み合わせがね、あるんですよ。イチジクと赤ワインのスパイスソースとかね、作られてる。そうなんです、で、まあ、もう旅行はね、ヘアメイクなんかやられてますね。もうワンコインでメイクとかしてくれるんです。すっごいお得なもの向けの。これ、ね、こっちはちょっとぐるぐる回りますよ。で、あのこういう雑貨系ですよね。で、あとここはあのダイエット。ダイエットってもうママはもう本当にあの細いんですけど、出産したのっていうぐらい。そうなんですよ、お二人のお子さんのママなんですけど。こちらはここはね、フォトブースなんです。お子さんをこう座らせて、そうそうそう、写真が撮れるっていう。子供服も売ってると。そうなんです、子供服もすごい可愛いお値段で売らせていただいてるんです。これあれですか、僕なんかちょっと全然知らんくて申し訳ないんですけど、なんかお母さんって家でおった方が楽っていう印象があったんですけど。そんなことないんですよ。もう家でもうね、子供とじっとしてることがなんかこう
嬉しいんですよ、子供可愛いし、だけどやっぱり人と喋りたいし、どこかに出かけたいし、もうそういうこう癒しの場が必要なんです、ママには。なんか、あの、皆さん、あの、失礼なことを聞いたみたいで、すごい火つけてしまった感じが。まあでもこういうね、仲間ができていいということ で、あの、後半はね、そのポータルサイトに戻るんですけども、あの、ママさんリポーターのお話を実際聞けると、あの、聞いておりますので、あの、後半もちょっとね、お楽しみいただければと思います。ドットコム大阪さんっていうところはね、この地域の情報を発信しているということで、そのリポーターさんが八木さん、なんとお母様方、はい、そうです、ね、はい、これなんでまたお母様方でやろうと。あ、まあ、私自身も、一人目を出産した時にそういうことを始めたので、あ、全然子連れでもできるなって、できんじゃんということで、はい、でね、今日はね、そのリポーターの方々集まっていただいてるの、ほら見て、豪華でしょ。もう誰に聞こう誰に聞こうみたいなね感じなんですけど、一人選んでいただきました、こちらです。どうも、ママさん記者です。ママよ、おほほほほ。ちょっと八木さん、これどういうことやろ。八木さん、はい、ママさん記者に、はい、すごいタイミングよく入ってくるねんけど、どういうことですよ、これは。ドットコムの新人記者の、大阪プロレスのブラックバファローさんです。大阪プロレス、ブラックバファローです。いやいやいや、それ分かってます、すいません、知ってますけど。嘘ついてました。いやいやいや、ママじゃないです。いや、ママさんの紹介やったのに、なんでパパさん来たんです。いやいやいや、どっちかとおっさん出てきたやん。え、大阪プロレス、いやいや、ほんで、何をされてるんですか。記者やってます。ほんま、できるんですか。新人記者で、新人記者でございます。はい、プロレスをやりながら、もやりながら、営業活動をしながら、しながら、記事も書いてます。はい、ドトコモ大阪さんで。いや、あのね、俺記事も書かせてます。めちゃくちゃね、ブラックさん今日心配なんですよ、はい、あの、僕ね、ブラックさんという斬新なやり方、ありがとうございます。ブラックワンローさん、はい、ツイッター、あの、 TikTok やられてんねんけど、 TikTok の中にね、筋肉マンを朗読するっていうやつがあるんですよ。もうそれね、一言目から噛むんですよ、この人。すいません、もう大丈夫ですか。一抹の不安はございますが。はいはい、でもね、リポートはやられてるんですか。記事書けるんですか。記事は、あの、僕が体験したことを、あの、先輩に記事にしていただいております。いや、ほんで書いてへんがな。はい、まだ見習いなんで書かせてもらえてないです。書いてへんやん。はい、はい、お母様方も大体そのパターンか。そうですね、最初はなかなかみんな書けないんですけど、だんだん練習して上手になって。ああ、ほらほら、まあまあまあ、はい、大丈夫です。そう、いい流れなんです。新人でございます。はい、で、実際もう書かれた記事はあるんですか。あの、うちの大阪プロレスにボディガーという、あ、ボディガーさん、はい、屈強な、はいはいはい、ギャングみたいな見た目のレスラーがいるんですけど、はい、その選手が、あの、南にバーをオープンしまして、ボディバーという、ボディバー、ボディガーのバー、はい、ボディバー、はいはい、そこに行って、あんな屈強な男がどんな、そのマスターしてんのかなっていうのを、こう見て、記事にしてもらいました。してもらいましたね。はいはい、同じプロレスラー目線から見た、はい、ほんで、まあ、そのいろいろ記事にはなってると思うんですけども、はいはい、そのボディバーの一押しというか、いいところって言ったらどこなんですか。あの、いいところ。いやいやいや、記事なってるでしょ。あんな屈強な大男がすごく丁寧にお酒を作ってくれる。いや、普通じゃないか。はい、なんか技かけてくれるとか。いや、それは、まあ、言えばと思います。はい、あ、でも、まあ、サービス精神旺盛なんで、あ、バー、はい、言ったらやってくれるかもしれないけど、基本的にはバーをやられてると、はい、僕はあの、やってって言わなかったんで。はいはい、そうだね、はい、他には、その流れで、はい、すごく近くにあるあの水タバコ、おい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 、新車バーに、はいはいはい、私とボディガーさんとで行って、はいはい、初体験です、新車バー。どうでした。僕は煙のタバコも吸ったことのない、その肺に物を入れる体験が初めてだったんで、いわゆるタバコも吸ってない、もうふわーっと。あの、もう無我の境地と言いますか、もう本当に帰りこんななって、こんななるもんなんですかっていう。そうなんだ、はい、もうプロレスラーで首絞めて落とされるみたいな、その落ちる寸前、あ、そんな感じで、はいはいはい、ふわーっと、はい、結構なんかリラックス効果もあるっていう、ね、そうですね、はい、その日は多分すごくよく寝れました。すごい、やっぱ書けないでしょうね、おそらくね、あの、言葉が全然足らないですもんね。よく言われます。
すみません。でもどうですか、実際そのリポーターというかやらやって、はいはい、あでもあのなんていうんですかね、あの主婦さんがじゃなきゃ体験できないみたいなものと、それをプロレスラーに体験させたらどんな風になるのかなみたいな、こうバリエーションの一つとして面白いんじゃないかなとは思います。プロレスラーがこんなとこ行ってみたっていうのをね、はい、やってると、はい、次ディズニーランドとか行きたいです、はい、いやいやいや無理やろ、はい、自分で書けるようになってから言え。あすいません、はい、その通りでございます。いやだからまあこういうね、あのママに限らず、はい、あのまあ、パパもね、はい、あの参加できるということで、実際どうですか、あのはい、バファローさんのレポートはあの面白いので、はい、大丈夫かなと思います。はい、ということでね、今日はもうママさんに聞こうと思ってたんですけども、すいませんなんかおっさんに聞くっていう感じになりましたけどもね、はいはい、あのでもどうなんでしょう、そのママさんも含めてなんかこのサイトで発信する上でなんか気をつけてることとか、はい、心がけてることみたいなってあるんですか。そうですね、一応あの皆さん本当地域に住んでるママさんなので、はい、もう本当消費者目線の記事を書いてくれるので、はい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 、それはすごくこう皆さんに人気が ありますね。なんかあの何でしょう、その子供連れて行っていいんかなとかって思う時あるじゃないですか。そういうのも詳しく書かれてるんですか。割とその子連れで体験取材とかも行ってくれてるんで、はい、子連れで行ったらこんな感じだよっていうのをもうリアルに発信してくれてます。だからやっぱりね、あのお子さんとママさんで一緒に楽しめるところも含めていろいろ書かれてると。そうです、あのこういうパパさんも活躍できる休日の情報とかもいろいろ書いてあるということで、はいはい、ボディーバーのボディーバーもこのお子さんで連れでも大丈夫ですから。ほんまに、ほんまに本当です、大丈夫です。ボディーが大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、はい、バサかけられたりせえ、お子さんには手出さない、お子さんには大丈夫です、はいはい、大丈夫です、はい、ということでね、あのご紹介しましたけど、じゃあちょっと一言いただいていいですか、最後に。はい、まあ、こんな感じで地域情報をいろいろ発信してます。読者プレゼントとかも結構皆さん取ってきてくれてますので、ぜひあの一度アクセスしてみてください。